と絵が下手で申し訳ないんですけど、まあ、これバイクですね。で、まあ、高速で走ってる場合、まあ、スロットルを開けて、ある程度スピードが出てる場合、慣性が働いてますよね。慣性力、要は、高速道路で、80キロ100キロで走っててスロットル戻してもある程度安定してまっすぐ走ってますよね。で、特に、アクセルを開けてない状態でも、もう前に行こうとする力が働いてるんで、ある意味これだけでも安定してますよね。で、もう一つさっきお話にあったんですけど、スロットルを開けてリアタイヤを駆動させてるという、こういう力も働いてますよね。慣性にプラス駆動力が働いています。じゃあ逆に低速の場合、これが弱まってるわけですよね。で、極端な話は止まってる状態、止まってる状態だとこの慣性も働いてないですし、ゼロです。で、当然まあ止まってますから駆動力もかかってない、モーメントゼロというか、全く何もかかってない状態の時が逆にその不安定な状態ということですよね。じゃあ逆にその低速で安定させる場合にはこの辺を使ってあげればいいわけですよね。ただ慣性は当然そのスピードに比例してどんどん強まっていきますから、これが低速だとやっぱり弱いですよね。そうすると残ってるのはこれです。低速の時に安定して走らせるためには駆動力を与えればいいんですよ。駆動力を与えるってことはどういうことですか？能力を与える。駆動力を与える、リアタイヤに駆動力を与える。スロットルを、ね、スロットルを開ける、そうですよね。スロットルを開ければリアタイヤが回り始めて路面を切り出そうとする力が働きますよね。そうするとこの駆動力が発生してますよね。前に行こうとする力が働くので、止まってる状態よりかは安定しようとしますよね。前に行こうとする力が働く。でも低速で走りたいですよね。その場合はどうすればいいですか？駆動力を与えるイコールアクセルを開けるわけですから、スロットルを開けるわけですから、当然スピードが出ちゃいます。スピードを抑えるしかないですよね。クラッチ、ギルカブレーキとかになっちゃいますよね。そうですね、ブレーキかクラッチ。ただクラッチだと状況によっては、まあ、切れる切れないっていう場面も出てくると思うんですよ。そうするとさっき言ってた、さっきお話に出てたブレーキ、駆動力を与えてブレーキをかけてスピードを調整する。どうやってかけます？ブレーキ、どうですか？駆動力を与えてまず安定しようとする力は働きました。でもスピードをコントロールしないといけないんですよね。ブレーキをかけます。どういうふうにかけます？ギアブレーキ、はい、ギアブレーキ、そうです、ギアブレーキをかけます。スロットルを開けてる状態で前に行こうとする力を与えてあげながらスピードをコントロールするのはギアブレーキだったり、でギアブレーキをかけるとですね、あとでちょっと実際やっていただきますけど、バイクをグッと押し下げようとする力が働くんですね。これ実際に体感できると思います。ちょうどこのスイングアームのですね、フレームに接続されているこのピボットを軸にギュッと下に地面に押し付ける力が働きます。ということはThank you.
プラスこのリアブレーキをかけることによってさらに地面にグッと押し付ける力も働くんですね。ですから止まってる状態がゼロだった場合に3つの力が働くってことなんですよ。それで安定するんですよ。ですから、まあ、よく低速なんかで、例えば車のこう横をすり抜けるときなんかとかですね、結構そのスピードをコントロールするためにスロットルを開けたり戻したり、すると思うんですけども、そうすると駆動力がかかったり駆動力が抜けたりしますので、このスピードが出てるときはいいんですけど、出てないときはスロットルを戻すとすごく不安定になるはずですよね。結構フラフラしちゃいますよね、低速であればあるほど。ですからその時には、駆動力をかけてる状態をキープしつつリアブレーキを踏んであげてスピードのコントロールをしてあげる。そうすると地面に押し付ける力も働いてゆっくりでも安定